はい、どうも皆さん、おはこんばんちは、リトマスです。バイオハザード7体験版、またまたやっていきます。懲りずにやっていきますよ。そしてうっかり今回も館に迷い込んでしまった畜生ということで、館から今回も逃亡を図らせていただきますよ。今回こそね、逃げましょう。そしてですね、ありがたいことに、本当になんかね、ちょっと提案してくれたコメントがありまして、こういうのどうすかね、みたいな。前回ビデオ見ました。そこのテレビで。で、ビデオ見て、アンドレ君がね、アンドレ君の海中止まっちゃってたんですよ、もう。彼、死に急ぐんで、彼を、まあ僕が身を挺して、体でブロックして、進行方向を塞いじゃおうと。彼、部屋の奥に進めちゃうと死んじゃうんで、まあ彼をちょっと身を挺して、進行方向を塞いであげるということで。そしてね、もう一つは、なんだっけ？ああ、そうだ。前回振り返り戦法ですね。私、扉を出ようとするときに毎回殺されてるんで、後ろから。なので、後ろを振り返ったまま扉に近づくという行為を、勝手口で行えばどうかということなんでげすよ。あと、ピアノとりあえずなんかわかんないけど、触っとくか。意味があるかはわかんないけどね。はい。怖い。他に触れるものはないかな。じゃあ、だいたいやることは前回と変わってないんで、ただ今回は勝手口パターンね、勝手口から逃げるパターンなんで、こことか別に上の人形触れねえしな。怖い。何回やってもやっぱちょっと怖いな。さすがに、この恐怖に慣れてきたかなと思ったんですが、やはり怖い。そしてなんだっけ？電話の声。なんか、見えてるものをね、信じてはいけないみたいなんで。で、この人形調べらんないの？この人形。調べらんないし、虫がすごい。虫がすごいんじゃ。ふう。パチンとやってくれ。オッケー。下は調べられないし、このチェーンも回収できないね。なんもねえや。ふう。怖いね。何回やっても怖いのはちょっと、うん？嘘。ここ調べられたん？鍵穴？小さな鍵穴が。ちょっと今回やっべっぞ、これ。と、この鍵穴、まあ、現時点で鍵って言ったら、勝手口の鍵しかないんだけど、じゃあ勝手口の鍵ここに使ってみるか。また見んのか、これ。スタートボタンで飛ばせないんだよね、これ。ごめんね。さて、ここを開けたいが、チェーンで閉ざされていて、アイテムもビデオの世界では持っていないので、これ、ここでアンドレの先に行きまして、アンドレをタックルで、いや、すっごい、アンドレがやばい、アンドレの体幹がやばい、俺が押されてる、アンドレ、いくら、アンドレ、お前また死に急ぐのか。ダメだ、アンドレ、ごめん。アンドレ君ダメでした。
肉片がないね。え、待って、肉片がないってことは多分じゃあこの肉はアンドレの考えたくねえな。蛇口は特に動かせないですね。小さな鍵穴が開いている。こっちには何もない。鍋はいいか。おお、待っててくれたのか。ほんと信じられないな。ここ、あれ、アイテムとかないよ。ちょっと上調べよう。今回はやれること一つ残らずやりたい。ヘッドフォン、特に調べられないな。怖い怖い怖い、一人にしないで。この辺も、でも結構ビデオの世界でも調べられるものはあるみたいなんで。そっちの茶色い扉、 What the fuck was that? OK、 入ってて入ってて、俺あの奥の扉調べますわ。開かねえかここは。アンドレイ、 What the fuck is he? ダメだな。ビデオの世界ではやることが限られている。そしてヒューズがあるからピアノも触れないしね。もう先に弾いたらどうなんのこれ。弾けねえか。ここでちょっとブロックしようか。俺死にたくねえからここ弾くな。わあ、お前、俺の胴体に入ってきやがった。やばいやつだ。OKOK。あれ、こっちにヒューズもないよ。おかしいっすよ、これ。これおかしいっすよ。しょうがねえか。こっち端、左端。ああ、もう。そっちに引き寄せられちゃう。もう。何回死にゃ気済むんだ、こいつ。まあ確かにビデオの内容は変えられないか。まあこれはしょうがない。ビデオの内容は変えられない、普通は。そしてこの、いや、勝手口の鍵をあの引き出しに使うってのはおかしい話だけど、まあそれくらいしかないもんな。いや、確実に通ってんじゃん、おっさんが。うわぁ。やだな。勝手口。行くか。おう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 。アイテムが補給されているとかそういうことはないみたいだね。上も行きたいけども、今回はね、勝手口の鍵をこの引き出しに使いたいので。いや、待って、本当にこれ使えないわ。おかしいここの鍵の取り方わかんないよ。そのちっちゃい引き出しの鍵がどこにもないんだもの。そしてこれ、これ、おお、やっぱり、おお、怖いよ。ないんだよね。は？なんでこいつバウンドしてんの？さて、じゃもうこの辺りからちょっと後ろ向き戦法で。ふっふっふっふ。そっか、勝手口の鍵使うには正面見なくちゃいけないんだ。後ろ向きで使えないかな。あー、もう
終わったな。視界ギリギリでやるか。ここか。ここなら使えるわ。これでやるか。背中では使えないみたいなんで。うわ、待って、意味わかんない。あー、もうやられた。もうすっごい急激に旋回されたね。背中で押したらすごいくるっと向いちゃった。結局このエンディングか。ちょっとマジで、あの引き出しなんかあるな。はい、ということで、いやー、あのね、今回いただいたアドバイス2つかなりいい線いってた。いい線いってたけど、やはりちょっと運命の歯車の方がね、強かったかなと。ごめんなさい。これは、もう、誰の力不足でもない。運命が強すぎました。ということで、またなんかね、あれば、コメントいただきたいと思います。パート10行く前にもう攻略見るわ。うん。それじゃあ、さよなら。バイバイ。